はようございます。おでもスリープを開始250日目の朝でございます。時刻は5時29分でございます。4月1日、まあ、今の時代ではエイプリルフールっていうのはなかなか浸透してない。なんかどっちかっていうと人がどうこうっていうよりなんか企業がちょっと冗談というかトンチキカスみたいな時代になってて、なんか僕らの時代は4月1日だから、まあ、こう言っていいのかよくわかんないですけど、なんか警察とか消防とかに電話してめっちゃ怒られるみたいなだったはずです。恐ろしいですよね。昭和あんま寝れてないんですけど、でも正直布団に入ってから本読んでて、まあ、ファラオの密室って読んでるんですけど、結構深い睡眠取れたなって思った瞬間があったんで、そう考えたら、何回は目が覚めてますけど、そこから、まあ、ぐっすり眠れてるのはいいのかなっていうふうに思ってて、今の時代で言ったら、こいつ小学生の時にこんなひどいことしてますよとか、なんか二十歳の時にこんなひどいことしてますよっていうのがちょっとしたトレンド的になってるじゃないですか。昔の揚げ足取りみたいな、全員引っ張れますからね。それが残ってるか残ってないかっていうだけで。お香使ったのかな、捕まったかな。あ、でも星1か。星2がいいね。でね、昨日嫌な予感してたやつが全部来ましたよ。選挙か。もうなんか選挙か、もうその本人の選挙じゃなくて選挙の講演会のやつと、なんか講演会だと音楽流してよくて、で本人の選挙だと名前を連呼するしかできないみたいな、なんかそういうのがあると思うんですよ。まあ迷惑ですよね。なんか小学生とかが作ってほしい。なんかその自由研究みたいな、こんだけうるさいですみたいな、こんだけ迷惑かかってますみたいな、そういう研究を出して世の中に出して、なんか内閣大臣賞とか取ってほしい。それが災害ですもんね、本当に。選挙カーで回っていくのが、で法律は変わらないしね。それをそれにはどうすればいいのかって言ったら、もう直接そこの事務所とかに文句言うのが一番いいらしいですけどね。結局うるさいんですけど、5分おきにうるさいんですけどっていうみたいな。でもそれってその運営委員会が悪いっていうよりは選挙制度が悪いっていう風になるんで、いやまあ制度上 OK なんであれなんでって、いやうちの近くに病院があります、学校があります、保育所があります、問題が帰って取ってますよって言って、じゃあそこ通らないようにって言って、まあ通ったら通ってるんですけどって思って、もうしつこいぐらい電話し続けるみたいな。でなんかよくあるサービス向上のためにこと、あの発言内容を録音させていただきますってあるじゃないですか。同じようなことしてて、向こうが切れたりとかなんかやったらもうすぐネットでバー行くみたいな。ちょっとね、ほんと選挙のこの4月のうるさいのは考えもんですよ、本当に。しかも8時から8時で12時間ですよね。もう9時5時で労働の時代なのに、なんで8時から8時なのってのは僕は本当思ってるんで、もうちょっとしばらくは選挙カードの愚痴が止まらないんでね。それはもうそんなもんでしょうって僕は勝手に思ってますから。自分たちが気づいて、自分たちからすいませんでした、ちょっと改めますっていうのに気づいてほしいですよ。なんかそういう人が政治家になってほしいですもんね。まあ、ただの愚痴でございました。